YouTube をご覧の皆様、ゲンゲンの3分タッティングの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。はい、ですね、先ほど、今撮ってるんですけども、カメラがボタンが効かなくなりまして、一時的に壊れまして、2時間近く、これ格闘してまして、非常にテンションがこう下がったんですけども、治ったんでこうパンパンパーンっていう感じでね、テンション上がってきたんで、今日もよろしくお願いします。さあ、で、今日のお題なんですけれども、今日のお題は、フィンガーサーカスの、ピーナットやチータットがやっている、あの不思議な手の形はどうやってやるのかってことですね。こうやってです。こうやってですね。で、これはですね、リクエストでいただいた、お題なんですけれども、質問の内容としては、こんな風に、綺麗にサークルが作れるようになるのかと、指で形をこうやって作るようになるのかということだったんですけれども、なります。 100% ストレッチです。どちらの手でもいいので手のひらを前に出してください。そして人差し指で小指をグラブします。はい、でこれがまず第一のストレッチですね。無理な場合はもう片手を使ってこのようにして小指と親指、人差し指と小指をくっつけてください。そしてグラブします。はい、そしたらですね、その後にまず中指を通します。こうですね。こうです。通します。そして中指を通したら、はい、この薬指を小指にかけながら人差し指を離します。そしてこの中指を小指の指上に乗せます。はい、そしてこれちょっと難しいんですけど、この薬指を離してこの輪っかの間に通します。こうですね。こんな感じです。そして全部の指で、しっかり反りを練習してください。ね、そうすると綺麗に輪っかができてスレッドもしやすくなります。ね、そうすると綺麗な輪っかができるようになりますので、とスレッドがしやすくなってこういう発展系のムーブがたくさんできるようになります。これからもリクエストお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。